タイルホイールの仮称修理を安く600円です。うまくできました。ポルツの傷直し安心セットの600円です。必要なものがすべて入っているのでおすすめです。歯ブラシで仮称内部のホコリなどもきれいにするようにお願いします。次に800で水をつけながらバリなどをきれいにします。次にホイール用パテを塗りました。こんな感じです。磨き工程です。800から1500です。仮称を隠して目立たないので気にならないレベルになりました。仮称修理を安く600円です。リンク先から本記事もどうぞ。3つのポイントをまとめておきます。1つ目は専用修理セットの購入です。2つ目はホイール料のパテ料です。3つ目は磨き工程です。